今日ですね、こちらの声マネキングやっていきたいと思いまーす。まあ、結構ね、リリカね、耳がいいことを褒められることが多いので、ということで、まあ、ちょっと自信満々でやっていきたいと思います。あ、ちなみにテストでは15点でした。最初のお題はこれだ。はい。水に飛び込むような音が。いや、まあ、いけるやろ。あ、近い。なんでだよ。おい、ダメ？何がダメなの？え、今のは上手くない？なんでだよ。チーンじゃねえよ。は？は？なんやねん。ゼロじゃねえ。ゼロとかあんのこのゲーム。おー、いやーみたいな感じだね。オッケー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 。ガラスが割れる音？どうよ？え、いい感じだ！ゾンビの声っていうの、ゾンビの声って。みたいな。なんかどうしよう、一個も50点取れなかったら、ちょっと50点取れたらめっちゃ褒めて。なんだよ。やめてよ。意味わかんないよ。なんで。ああ。え、神じゃない。うまくね？鶏。前世鶏か？これ得意かも。どう。うまいじゃん。え、もう嫌いだよ。なんで0点なんだよ。嘘つくな。絶対に0点じゃなかった。何が違うの？え、何が違う今の音と。ちょっと今やってなかったんだけど、何が、おい、何も言ってねえのに1点よこすなよ。いらねえよ。何なんだよ、この1点はよ。さっき0点やったやろ、リリカが一生懸命熟知したのに。むかつくわ。ワン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 。え？あー、69。これ2回目のおわんをもうちょっと大きく。2回目も強くしてみた。ワン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 。3回目も、ああ、待って、これいける、最後のフォアをもうちょっと優しくね。